進むただし者は明治時代に長野県の松本、安曇野周辺で主に国会の解説を求めるために結成された自由民権運動の結社である。当時、同様な結社は全国にあり、国会規制同盟の大会は東京や大阪などで開かれた。1880年4月11日に745名が松本の寺に集まって結成大会が行われ、 長野県における自由民権運動の中核的存在となった。同年5月21日、中心メンバーであった松沢旧作と上条氏は県民2万1535人の署名を得た国会開設を上願いするの書をもって松本を出発した。元老院や大上官は人民の請願権を一切認めず国会開設請願運動は衰えたが、 彼らの動向は新聞で報道され国会開設の世論が湧いた。しかし、1881年には北海道開拓司勧誘物払い下げ事件から国論が湧き、同年10月12日に10年後に国会を開設するという招徴が出されるに至った。長野県の民権運動自体は、飯田事件、秩父事件の激化などが影響して衰退し、 1890年の国会開設を迎えるが、後に古畑玄太郎、木下直江、中村田八郎らによる松本での普通選挙規制運動へとつながっていった。1875年6月、第1回地方官会議には全国から26人の傍聴人が集まったが、彼らは地方民会の議員は公選にすべきであるという憲白書を元老院に提出した。 この傍聴人の中には、千曲県下門会議の議員だった久保田藩夫と清水またもいた。地方民会を公選制にすべきとの声が高まり、千曲県を合わせた後の長野県でも、1878年3月の第2回全館会議では、議員は公選になった。さらに1879年3月には、府県会規則により、第1回通常長野県会が開かれた。 このように、地方段階での議会が始まると、国会を開設すべきであるとの世論が次第に高くなった。1879年11月20日、市川良造、三上忠帝、上上上氏、松沢旧作が集まり、一社を設立して、人々が結合するきっかけづくりをしようとの話し合いをした。これが、進む正社設立の出発点になり、 長野県での自由民権運動の地盤形成の起点になった。竹井大津たは、進むただ死者記で、進むただ死者の名称は、公共の、それの美を照準し、それの悪を供給すに由来すると書いている。これによれは、自由民権を照準し、先制政治の悪い点を供給するための結社として、進むただ死者を位置づけている。20人の創立委員の中には、 浅井清上上氏、三上忠志帝、竹井陽、津田奈、大田剛らの教員がいる。自由民権派小学校教員の結社として、松本には別に月経者があり、1879年1月から月経新士を発行していた。明治政府は民権運動を弾圧するため、1880年に集会条例を定めて政治集会に、 教員や生徒が参加することを禁止した。これは、教員の政治活動に対する大打撃であった。進むただ死者もこの問題で混乱し、民権運動から離脱する教員も出てきた。長野県は、政府の作った小学校教員心得を、1881年7月に全教員に配布して、政治活動禁止を徹底しようとし、さらに百八十二年九月には、 長野県市範学校の制度を改定して校長の権限を強めた。このほか、生談演説のための学校使用禁止、生徒の取り締まりの強化などを進め、一方、中空外国の教育を促進するように、わざわざ区内省に洋学校用のカフを要請して全校に配布した。教員側も民権運動の敗北、飯田事件、秩父事件の激化などをきっかけにして、 民権運動、政治活動から離れる者が増えた。上条氏は亡くなる2年前の1914年に松沢旧作伝に罰を書いているが、そこに教員になって告示を語らなくなったことは、自分本来の考えと違うことで、大変に恥ずかしく、万死に値するとある。このような弾圧に負けてのことであるが、家中にいた彼らが弾圧と自分の行動の変化を、 どのように認識していたか今ではわからない。浅井清は集会条例などが制定され教員の政治運動が困難になると教育に専念するようになった。ありがとうございます。